だか百竜の王ティラノサウルス。支部からの情報によると、恐竜を目撃したのはこの地点。2頭の恐竜が戦っているとのことです。多分この2頭は草食恐竜と肉食恐竜と思われます。以上。Thank you.
ゴザ、ストップだ。おう。どうしたの？恐竜の死骸だ。恐竜の死骸？これは。ねえ、ジョージさん、この足跡はティラノサウルスじゃない？あ、間違いなくティラノサウルスだな。これは相当なやつでサウルスよ。キャリードンキーを呼んで、この恐竜の死骸を恐竜研究所へ運んでもらうことにしよう。え、恐竜研究所へ？あ、研究所で復元して、どんな恐竜だったかを調べてみれば、今後我々が恐竜を捕獲保護する上にも貴重な資料が得られるんだ。つまり恐竜は人間と同じ遠い先祖に由来してきたんだ。公害、異常気象など人類の危機が叫ばれている今、数千万年前栄えた恐竜がなぜ滅びたのか、その謎を解くことは我々人類が滅びないためだ。そのためにはたとえ死体であろうと白骨体であろうと貴重なものなんだ。よし、ティラノサウルスはボンフリの奴らに絶対私はしないから。パパ、見ていて。私は必ずティラノサウルスの首を取って、パパの夢を果たしてみせるわ。決してボンフリー隊に邪魔させやしないわ。ディック、見てごらん。ボンフリーの弱点を見つけたわ。何です？あの檻の中の恐竜が生きているとして暴れたらどうなると思う？なるほど、さすがレディ、頭いい。次のチャンスを待つのよ。えい。ケンさん、すぐ引き返してきてくれよ。わかりました。必ずティラノサウルスを保護してください。頼みますよ。任しとけ。さあ、ティラノサウルスを探そう。ティラノサウルスは今満腹の状態だろう。肉食動物の習性から考えると多分この近くで寝ているものと思われる。ガラとレイコはビーグルで探してくれ。俺はシーガルで探してみる。了解。まずこの恐竜を復元してからだ。了解。コリトサウルスだ。コリトサウルスは体長12メートル、体重4トン、カモノハシ恐竜の仲間ですが、頭にトサカのような冠を持っているのが特徴です。長く伸びたトサカは空気を溜めておくことができたと言われていますが。よし、直ちに分析して研究にかかれ。それが終わったら人工肉付けをして博物館に入れてくれたまえ。はい、はい。しかし、生かしておきたかったな。本当に。ドン、静かにしてなよ。どこ行ったんだろうな、ティラノサウルス。レディ
聞いた？恐竜だ！撃て撃て！撃ち殺せ！えい！サウルスが沼地でレディの装甲車を襲撃中だ。急行してくれ。了解。レディバトラー、今のうちに引き上げるんだ。脅威の恐竜は何をするか分からんぞ。うるさいボンフリー、リク撃て撃て撃ち殺せ。でもこのままでは目標が定まらない。うるさい。このままじゃ危ない。ボンフリー号、麻酔砲を撃て。麻生、落ち着いて頭を狙うんだ。そのまま撃ちまくれ。はい。おい、大丈夫か。何のつもりだ。お前たちを殺してやるのよ。真っ先にお前から死んでもらうわ。まだわからないのか、レディーパトラー。森を打ち込みさえしなければティラノサウルスはあんなに凶暴にはならなかったんだ。うるさい。あのティラノサウルスが満腹でおとなしくしてたものをわざわざ刺激して起こすからこんな目に遭うんだ。リック、引き上げるよ。あいつらのためにティラノサウルスを逃がしちゃったね。というわけでティラノサウルスの保護に手間取っていますが。それは仕方がないだろう。だが今度のティラノサウルスはなかなか頭がいいぞ。コリトサウルスを調べたところ、まず相手の口を封じて窒息させ殺している。これはライオンが餌食を倒す時の方法だ。それに手負いで凶暴にもなっていますからね。うん、万一の場合には冷凍法を使いため。しかしそれを使うとティラノサウルスは死んでしまうかもしれませんよ。まあなるべく使わないで保護したいもんだがな。ああ、のティラノサウルスは体長15メートル以上あったんじゃないかな。本当ね。今度は我らボンフリー隊最大の取り物になりそうでござるすよ。いや、全くその通りだ。よし、みんな保護作戦開始だ。ボンさんはボンフリー号で南東を捜索してくれ。俺は北東を捜索する。了解。ボンフリーの奴らから目を離すんじゃないよ。大丈夫、高性能レーダーがちゃんとキャッチしておりますです。ボンフリー号、ティラ
ノサウルスを発見したぞ。位置は北東306。了解、直ちに急行する。さあ、麻酔砲、ネット砲、冷凍砲、チェックしとけ。了解。レディー、ボンフリーの奴らティラノサウルスを発見しましたぜ。ディック、アンチ麻酔砲の用意はいいかい？オーケーです。よし、現場へ急行だ。ガラ、俺がティラノサウルスを形成するから麻酔砲を撃ちまくれ。了解。撃て！ガラ、落ち着いて撃て！するな。キャリードンキーが来たぞ。アンチ麻酔砲の準備は？任せておいてください。ティラノサウルスを殺すつもりだ。ゴーさん、キャリードンキーの方を何とか頼む。俺はビーグルでレディバトラーの装甲車を止める。よし、任せとけ。強くしたらそれこそ大爆発を起こすぞ。冷凍砲を使うしかない。ガラ、冷凍砲を撃て。冷凍砲を撃つと死ぬかもしれないぞ。一
この命には代えられない。ライアン教授がディプロドクス発見の知らせと同時に連絡を絶ってしまった。僕たちボンフリー隊は早速教授の息子トミーと捜索を開始した。ところがトミーはレディバトラーに騙されて僕たちの邪魔をするんだ。来週の恐竜探検隊ボンフリーディプロドクス大救出作戦、みんな見てね。